次にステージ1の補助療法、非セミノーマでありますけれども、ステージ1非セミノーマ精巣腫瘍にはどのような治療が推奨されるかということであります。推奨としては脈管侵襲、これは取ってきた精巣腫瘍を顕微鏡で見まして、脈管侵襲、リンパ管などに、腫瘍細胞が存在しているかどうか、すなわち転移がしやすいかどうかの一つの指標になると思うんですけども、それをリスク別に分けまして、サーベイランス、経過観察ですね、それから、予防化学療法、そして神経温存の硬膜リンパ節覚醒術を選択するというふうなことで書かれております。推奨グレード A としては脈管侵襲がない、これは再発する確率が非常に低いです。この場合は患者さんとお話をさせていただいて了解が得られれば、5年間以上の長期経過観察が可能であればサーベイランスが推奨されるということであります。普通のがんですと2年経ちますともうがん再発しないということが多いんですけども、精巣腫瘍の場合は、それ以降も再発することがポツリポツリとありますので、このような書き方になっております。それから、推奨グレード B のその下でありますけども、サーベイランスを希望しない場合にはアジュバントの化学療法、もしくは神経温存硬膜リンパ節覚醒術を行うということであります。そしてリンパ節覚醒術においてリンパ節転移を認めた場合は、BEP、これは後で述べますが、化学療法を2コース追加しておくと再発が少ないというふうに言われています。この神経温存のリンパ節覚醒でありますけども、これは後ほど手術の項で述べますが、硬膜のリンパ節覚醒を行いますと射精神経というものが損傷されまして、あと射精できなくなるということがありますので、その神経を残すという、微細な手術になるんですが、それを、推奨しております。そして一番下、下段でありますが、高リスク脈管侵襲あり、リンパ管などに腫瘍細胞が顕微鏡で認められるという場合には、即時に BEP 療法2コースを行う、すなわち、予防的ではありますが、抗がん剤をいくということが推奨をされております。ただし、ごく最近のデータでは脈管侵襲がある場合も、経過観察でいいというふうな論文も出ております。これについては今後の検証が必要であろうかと思います。ということで、ステージ1精巣腫瘍の治療方針では、セミノーマ、非セミノーマに分けて経過観察、それから放射線療法、化学療法、そして、硬膜リンパ節覚醒などがあります。このスライドをご参照いただければいいと思います。